現地観戦行きたい。8月7日に、秋田県で行われました十和田八幡平駅伝、通称十八駅伝のリザルトが届いております。こちらドン、まあ、上位ね、10チームでしか書いてないんですけれども、今年もやはりヤクルト A チームが優勝と。やはりね、1区、高宮選手が、日本人1位、はい、こちらでね流れを作って、そして3区の小倉選手、そして4区は高久選手がしっかりと走りまして見事優勝と、まあ、この辺はねさすがだなという感じですね。まあ、僕としてはですね、やはりNTT 西日本、こちらがですね、棄権しまして出てなかったんですよね。馬場翔太の選手の走りを見てみたかったんですけど、こちらかなわなかったというのはちょっと残念だなという感じはあるんですけれども、やはり今回台風の目になるんじゃないかなと言われていたチーム、こちらのチームですね、コモディイーダ、まあ、仮想ですね、ニューイヤーの東日本予選の大会としてこちら挑みまして、まあ、入賞をねしっかりとしていきたいと、入賞ラインに食い込みたいという形でね、こちら挑んだんですけれども、一区、木田選手が区間18位とちょっと出遅れ、そのね遅れを取り戻そうと2区タイタスワロル選手、トヨタ自動車九州からですね、電撃移籍といいますかコモディ台にねしたんですけれども、なんとやっぱりね、昨日、まあ、今8月8日なんで昨日なんですけれども、すごいやっぱ暑かったですよね。これ全国的にほとんど真夏日、そして要所要所では酷暑日と言われるぐらい暑くて、秋田県も例外ではなかった。はい、残り3キロの時点でこのタイタスワロル選手熱中症になりましてですね、まあなんとかタスキをつなごうとフラフラながらもタスキをつなごうとですね歩むんですけれども、もうゴール手前わずか 200m のところでさすがに、沈黙と、はい、完全停止、さすがに監督もここは危険をね、選択したという形なんですけれどもですね、まあ、残念ながら、チームとしては、DNF という形になってしまったんですけれども、その後ね、繰り上げスタートでしっかりと、3区をつなげました。全てですね、区間一桁順位で入ってるんですよね。そして5区、はい、大本命新内登場、五郎谷俊選手、激走しましたよ。この辺ね、僕ツイッターやってるんで、このツイッターで動画の方が載ってたんで、こちらリツイートしておいたんですけども、詳しく見たい方はこちらを見てほしかったんですけど、やっぱ走り方いいですね。はい、まあ、力強いというか、さすが高校3年間、はい、往復40キロの道のりをね、チャリで通ってなかったなっていう、この辺で出ますよね。まあ、しかもこの暑さの中でしっかりと区間賞、はい、区間新記録はね、さすがにね、このね、暑さではね、厳しいですよね。タイムが五郎谷俊選手、52分20秒。なんで、このライバルとされた松本翔選手、こちらの選手が、54分21秒で入ってますんで、これ相当きつかったんじゃないかなと。松本選手も昨年これ51分16秒で入ってるんで、もう2分5秒も遅いんですよね。まあ、それぐらい、過酷な、はい、コンディションだった中で、しっかりと五郎谷俊選手、これ区間賞。まあね、途中棄権という形ではあったんですけれども、コモディで本当ね、これ東日本楽しみなんじゃないかなと。まあ、同じスーパーのね、サンベルクスさんと一緒にですね、これ、盛り上げてほしいなと思いますね。まあ、本当ね、この5区ね、きつかったと思うんですよ。1月にね、箱根駅伝5区、学生連合で、5区担当した工藤選手なんか、やっぱ途中棄権してますからね。はい、その過酷なコンディションの中でこのようなレース展開ができる、いやこれはね本当ね今年楽しいんですよ。はい、ニューイヤー駅伝東日本予選もこれ見逃せないなという形で今日は終わらせていただきたいと思います。ザワチャンネルでした。いやー、リオ五輪、水泳、柔道とメダルラッシュ、ウェイトリフティングのね三宅選手も見事銅メダルと、いや本当ね勢い来てますんでね、この調子で陸上競技しっかり頑張ってください。